ランプの騒音にかき消されてちょっとシャットを押すの遅れました。こんなこともあります。これが始発ですね、静岡に帰ります。この浮島地区での新幹線と富士山の撮影は、まあ、6時5分台と30分、33分ぐらいにですね